はい、同人生活です。ということで、今回もウルフェンシュタインザニューオーダーの方をやっていきたいと思います。確かね、この上に敵がいるんですよね。敵ちゃんが、ちょっと待って、これさ、これにして、あ、違う、外さないよ外さない外さない。これでいくと結構スニーキングできるんじゃないの。おお、なんだこれ、パークデッドアイをアンロックした。なんだデッドアイって、ちょっと見てみるか。これじゃないデッドアイ、ナイフ投げ、ナイフ投げによるステルスキルとナイフの鞘。ああ、なるほどね、サイレントショット。待って、デッドアイってどれ、あ、これか、ハンドガン、サイトで照準しながらヘッドショットで倒す。はいはいはい、ヘッドショットによるキル、なるほどね。なんかまあいろいろやっていけばいいよみたいな感じか。じゃあどうしようかな、これを狙ってみようか、ナイフキルまあまあまあ、そういうことになりますわな。ちょっとナイフ回収に来ました。で、この箱は何だ、弾か。さてさて、多分この検問所にはもういないから、あとはどこだ。とりあえずサイレントでやっていきたいよね。キリッみたいな感じですけど、これ開くのかな。こちらからは開かない、こちらからは開かないのが多いな。あ、なんか、めっちゃ見られてたけど、痛い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 、すごく痛い。はいはい、落ちろ。オッケー、やっちゃったな、ナイフ難しい。よし、オッケー。まあとりあえずだけど、とりあえず、痛い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 、なんだ、そっから撃ってきてんの。つかマークスマンライフルはどこにあんの俺欲しいんだけど、マークスマンライフル。当たってるかな。あ、お前やめろ、そういうのは。俺死ぬわけにはいかないんだから。とりあえずどうしよう、やばいやばいやばい、え、何これ、当たっちゃうの、うわなんかもうよくわかんないまま死ぬっていう、最悪。いやー、気をつけなきゃな。ていうか今のであれかな、殺したのは無効になってんのかな、多分ですけど。もう一回ハンドガンでサイレントショットしないといけないのかな。よし、行こう。そうだね、多分そうなってるはず。なってないなってないです。じゃあどうしようかな。とりあえずマークスマンライフルってのがどっかにあるはずだから、それを探しに行きたいけど、行きたいですけど、待って、ここにね、敵さんがね、いたんだよね。あれ、いない。どっからか。あ、そっちから来んのか。ちょい待ち、ちょい待ち。ナイフむず。ナイフむずいけど、これはナイフキルに含まれるのか。ナイフキルには含まれてない。ステルスキルか。
うわ、最悪だぜ。最悪だで。とりあえずじゃあこれでやつを穴ぼこにして、オッケー。まあまあまあ、こんな感じでいいでしょう。回復はちっちゃいのが欲しいな。ちっちゃいのをもらって、よいしょ。まずいな。どっからかめっちゃ狙われてるけど、どっからだ？お前か、お前とお前か。よし、オッケー。で、弾を取りまして、だ、弾を取りまして、そこが、はい、オッケー。リロード、細かくリロードしていこう。うわー、お前後ろから来てたんかい。とりあえずリロードして弾をもらって、よし、殺した。 OK、 OK。 あとは、あとはどこにいんだ。あ、そこか。よし、 OK。 よし、 OK。 あとは、あとはどこにいる。なんかめっちゃ警報が鳴ってる。まあそりゃそうか。よし、お前も死ね。体力を回復させてもらう。よし、オッケー。とりあえずまたリロード。エニグマコードをゲット。やば。またいる、この謎の空飛ぶドローン。よしよしよし。とりあえず倒す。あ、そこに。ヘルメットが置いてあるのかと思ったら敵だった。敵だったでござる。マジ窓から撃ってくるのやめろ。よし、オッケー。ドッグフード食べまーす。おい、邪魔だ。よし、とりあえずリロードして。あとあそこか。よし、オッケー。おしまい。いやー、大変だったわまさかのナイフ投げで倒そうとしてこんな大惨事になるとは思わなかったけど、大惨事でしたね。よし、とりあえずもうここはないんじゃないかな。探さなきゃいけないもんは、うん、あるわこっちになんかあるわ。あ、この中にどうにかして入って、これな、わかったわかった。多分ここの裏でしょ、これじゃない。はい、違う。でもなんかここ開きそうだね。怪しそう。ダメ、わからん、わからんから。ここも開かないでしょ。で、多分ここを開けてほしいんじゃないかな、あの我が腹からどもは。どうしども、どうしどもは。で、多分操作スイッチみたいなのがどっかにあるはずだから、ここトイレか。操作スイッチみたいなのがどっかにあるはずだから、俺の予想だとね、こん中にあるんじゃないかなって思うんだけど。お、アーマーをゲット、グレネードもゲット。この帽子アーマーになるんだ、一応。あ、違うな。なんか、このドローンのパーツか。帽子だと思ったけど、実はパーツだったみたいなオチか。で、多分、あれでもなんか、このあたり、え？とか言っちゃったけど。このゲームは迷うわ。そりゃ迷うわ、これは。え、食らうなよ。うん、じゃねえし。あ、そうだそうだ。戻ればいいんじゃないかな。全部倒したよ。よし、ウラスカビ捕まれ。
ここから離れるぞ。おお、なんかロボが出てきたよ。うわまた出てきた。ゴミ収集車からロボットが出てきた。ゴミ収集ロボットが出てきた。大変大変、やばいやばい。とりあえず隠れながら戦っていきたいね。つか戻ってこいよジジイども。おお、なんだ、すげえすげえ謎の爆発を。こっから狙えやいいじゃん。おお、壊れた。なんかすげえすげえすげえアーマーの数がすごいなこれ。やった、アーマーパラダイス。お前は人のアーマーパラダイスを邪魔してんじゃないよ。でもなんか強くないな。とりあえず撃ってりゃ勝てるみたいなところあるからね。あ、いった。そんなこと言ってるから大ダメージ食らったけど、やばい。あれ、弾切れちゃった。弾切れちゃったよ。どうするどうする。そういう時はグレネード。わあ、なんかこれ食らってんのかな、食らってんのかなこれ。はい、ロボット破壊終了。このロボットなんかあれだね、アーマー稼ぎ用ロボットみたいな。ああ、もうマックスになっちゃったよ。乗って、列車に遅れるわ。何その、息子用みたいな。上京するための電車もう行っちゃうけど急いでみたいな、そういうのやめてくれよ。なんか違うじゃん、俺たちの関係ってそういうんじゃなかったじゃん。ちょっと待って、電車とかの前にさ、俺ちょっと銃弾がないんだけど。つかまあめっちゃ落ちたな。まあいいや、しょうがない、わかった、乗るよ。これはどういう状況なの？そして主人公相変わらず何喋ってるか聞こえないっていう。うわ、何ちょっと、ドイツの人が。ナチス軍がいっぱい来ちゃったけど。どうしたらいいのこれ。コーヒーあの人たちにデリバリーするのかな？お待たせしましたみたいな感じで。はい、ということで、じゃあ次回はこのコーヒーをあそこの人たちにデリバリーするのか何なのかわかんないですけど、行きたいと思います。それでは続きはまた次回。こっち見てるー。それじゃあ、またな。